4100。50ね、50ね。そこ前で違うの。だから。ちょこちょこ少しずつでも食べてはいる。食べてます。まあでも触ると、だいぶ骨が出てきちゃったね。でもあんまり履いてないんですか。履きで履かない。うんちって。うんちのやっぱりおしっこまで、毎日出てます。毎日出てます。うん、まあ、おしっこは2、3回、うん、元気はどうなんですか。元気はね、結構走ったろくんだよね。ほんと食べる方もそこそこ食べてる。そこそこね、むちゃくちゃな量はやっぱり食べれないけれど、回数がちょこちょこつまんでは、またしてちょっとつまんでばっかり。だけども、人の知らないばっかになってくるんだけど、ちょっとかまったれんもんだね。19年の2月か、うん、分かりました。それじゃあね、あの治療していきますね。はい、お願いします。今度ぐらいに一回ちょっと検査できたら、あ、できたらね、ちょっと、うん、私の体調次第でちょっと、はい、しばらくこれ、まあ、できんかったら血液だけでもいいんですけどね。はい、お願いします。あ、もしおしっこ、この子は新聞ね。新のだわね。してくれたら調べたい。なかなか。うん。朝夕おもらせしたけど。美和さんはどうです？食べれてます？ご本人。ちょっとずつ。ちょっとここ行ってみてくればいいんだけど、また明日から今まで始まるので、また食べれる。またご飯で。それに始まると食べれる。気持ち悪くなっちゃいますよね。うん。え、抗がん剤、抗がん剤って今どれぐらいのペースでやってらっしゃるんですか。3週間に1回1日かかっちゃうもんだね。あ、点滴で入れるやつ。点滴で入れるとか、あと飲み薬もあるけど、その後がね、2週間それが結構きついです。それがちょっときついのでね、その間に食べるのがちょっときつい。なんかやった後、1週間ぐらいがあれじゃない。そうです。もうとてもじゃないけど、何でも受け付けるようになっちゃうもんで。ね、早く小松明終わるとちょっと食事も取れるんだけどね。210。そういや、あのプロテインは、ね、ちょこっとずつ、ね、あ、飲んでます？ちょこっとずつ、うん、普通量までの麺でもちょっとでもね、うん、飲むとタンパク質取らんとね。ほんとね、そうなんですよ。なんかかか取らなきゃいかんと思いながら、なかなか入ってかんもんだり。ちょっとずつ飲めたら飲んだってください。はい、ありがとうございます。ね、すいません。はい、じゃあちょっと、はい、お願いします。お待ちください。この子、ペットボトルを渡してあげて。